こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。今日はよろしくお願いしました。あ、ドラゴンズファンで。はい、もちろん大ドラゴンズ大ファンです。ありがとうございます。こちらこそ。ドラゴンズファンの松岡さんが理事を務める NPO 法人セカンドハーベスト名古屋。ここでは食品と人をつなぐフードバンクという活動を行っています。食べられるのに、捨てられてしまう食品を、はい、集めてきます。それを、はい、主に生活困窮者の方にお配りしてます、はいはい、それがフードバンクという活動になります、はい、捨てられる予定だったお米やお菓子、レトルト食品などを企業や個人から寄付してもらい、生活に困っている個人や福祉施設などに無償で届けています。こういう施設がなければ破棄されるってことですね。そうそうそう、破棄なんです。 SDGs の中にもあるんですけども、はい、食品ロスっていう言葉が使われます、はい、捨てるからロスであって、こうやって生かせれば全然ロスじゃないお宝って呼んでますけども、はい、松岡さんがお宝と呼ぶ食品、そのお宝を届ける前に行う段ボール箱への詰め込み作業を吉見さんも体験させてもらうことに。入れ方がちょっとわからんな。横にしていいんかな。これ横にはしない方がいいかな。ですよね。センスがないな。いいと思います。苦戦しながらなんとか完成。パンパンに詰め込んだ段ボール箱、その重さは14キロ。14キロ。ありがとうございます。これ何日ぐらい持つんですか。はい、今この想定はシングルマザーと子供が3人ということなんで、だいたい2週間から3週間。これで命がつながればね、ありがたい、ありがたいことですもんね。はい。食品ロスを減らし、生活困窮者を救う。こんにちは。そんな活動に触れた吉見さんが、この日もう一箇所訪れた施設が。僕のことわかりますか。はい、もちろんです。ありがとうございます。すごい楽しみにしてました。一般社団法人つなぐ子ども未来のつなぐハウス、低価格で食事を提供する子ども食堂を常設し、子どもたちや地域の人に家や学校ではない第三の居場所として開放しています。貧困対策だけの場所じゃないんですよね、はい、どこかで息抜きがしたいっていうために利用するのが地域の第三の居場所。皆さんやっぱコロナ禍で大変なものを抱えてたり、そういうのを息抜きする。この僕にできることっていうのはありますか。吉見選手の素晴らしい特急の何かを教えて。あ、まあ、野球ですね、はいはい、何か力になりたいと思った吉見さん、まずは子どもたちとコミュニケーションを取るため、慣れないゲームに挑戦しましたが、反応悪いってやつ、こっちの方がやりやすいです。いいいいいい、ホームボタンがない方が初心者にはやっときゃよかったな家でこれおいおいおい、あっさり惨敗。トレーニングとか。それでもその後野球をやっているという少年に出会うことができました。ピッチャーしたりするの。やりたければやりたいんですけど。投げてみたい。はい。じゃああれだね、スペースあったらキャッチボールしようか。はい、近くの公園でキャッチボールをすることに。はい、オッケー。はい、まあ、球の回転がすごくて、すごい場所に来てマジ痛かった。右足を溜めて、それで踏み込んで右足で投げるように投げて、足を上げるところで停止する。結構行くなと思います、球が。持続可能でより良い社会の実現へ、この地方でもさまざまな団体が活動を行っています。